ストロングと描かれたシャツを着用。ドジャースフィリーズ、日時間6日、ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手が5日、日時間6日、4度コロチでのフィリーズ戦前に、グラウンドに登場。胸に、マックストロングと描かれた T シャツを着用して、キャッチボールを行った。この日から三男マックス君の看病で離脱していた、フレディ・フリーマン内野手が復帰。首脳陣をはじめ、山由伸投手らナイン全員が胸に、マックストロング、背中に、フリーマンの名前と背番号がプリントされたシャツを着用している。フリーマンの三男、マックス君は、ギラン、症候群を発症。急に手や足に力が入らなくなる病気で、集中治療室で治療を行っていた。フリーマンは7月26日、同27日からチームを離れ、看病に当たっていた。その後解放に向かい、無事に退院した。フルカウント編集部。